お待たせをいたしました。軽やかに登場をいたしました。さすがアスリートです。石丸真二到着いたしました。大変お待たせをいたしました。さあそれでは今ご準備をしてまいります。皆様に早くお会いしたくてダッシュで駆けつけた石丸真二です。さあそれではご本人からお願いいたします。大変お待たせしてしまいまして誠に申し訳ありません。失礼しました。私の不徳の致すところです。改めまして皆さんこんばんは。東京都知事候補の石丸真二です。もうね皆さん結構前からお集まりですよね。この数は私自身も朝8時から街頭演説をしてて、今もすでに湿った状態なんですけど品質には何ら問題がありませんのでどうぞ安心してお聞きください。ちなみに今日初めて石丸真二を生で見るっていう方いらっしゃいます。ほとんどでもきっと皆さん YouTube で見たことあるみたいな感じですよね。実物です。なんかYouTube を見てる方のやっぱり共通の感想でものすごい怖い人なんだろうなって思ってましたってよく言われます。実は今日ここに来る前にとすごく有名な企業経営者インフルエンサーの方と対談をしてきました。川村真紀子さんという方なんですけど聞いたことあるかな。その対談の動画をまた追ってすぐアップされるんですけどその方にもそんな風に言われました。でもその川村さんという方ご存知の方分かると思うんですけどいわゆるバリキャリの方なんですよ。もう本当にあれなんていうか生き馬の目を抜くそんな感じの女性経営者やり手っていう感じなんですけどそんな人からさえもなんかこうちょっと怖い印象を持たれてたっていうね。いやー YouTube って怖いなって改めて感じます。そんな心配を持ちながらやっぱり自己紹介もさせてください。1982年生まれで今は41歳です。2つ前の仕事が三菱 UFJ 銀行というところで経済を分析するアナリストをやってました。その途中で4年半ほどアメリカのニューヨークに駐在をしてアメリカ大陸を丸ごと北はカナダから南はチリまで全部で主要9カ国を一人で担当するそんな仕事をしています。でそこで体験したのは政治と経済の結びつきその大切さです。例えば中南米に皆さんあんまり馴染みがないかと思うんですが最近話をしているのがアルゼンチンに行ったことある方いらっしゃいます？ちょっと10人はいないぐらいですね。これだけたくさん人がいてもそのアルゼンチン少しご紹介すると今インフレで困ってます。日本でもここ 1,2 年は特に聞きますね物価高騰。でも日本のインフレ率は数字で言うと 2% とか 3% とかそんなもんです。アルゼンチンの今数字は 280% 去年100円だったものが今280円なんです。いわゆるハイパーインフレの状態
そんな状態に陥っているのはなぜかといえば政治の混乱なんですね。政治がしっかりしないと経済ってのはうまくいかない。それを現地で目の当たりにしてきた。実際に分析をし研究してきた。そんなキャリアの期間です。そしてその後帰国して今度は地元広島県の安芸高田市に戻ります。そこで市長を4年務めています。そして今経歴をまとめると経済を知りそして行政を知る、これが自分の強みになっています。実はこれまで東京都知事は経済人というのがいないんです。文化人や学者、官僚の方ばかりです。経済にそんなに詳しくない人が作ってきた街が今の東京。まあ悪くない、まあまあ。じゃあ経済に詳しい人間が舵を取るとどうなるか。まだまだ伸びるし、もっともっと豊かにできると考えます。なので私島田慎二は経済人として経済を知る専門家として初の東京都知事となり、この街を経済都市として成長させていこうと思います。どうぞご期待ください。皆様、石丸慎二経験談を交えてのまずは自己紹介でございました。期待ができますよね。経済人から初です。さあそれでは政策についてのお話もお願いいたします。今回の選挙に際して政策においては3つの柱、政治再建、都市開発、産業創出、それぞれに3つのポイントを掲げています。なので全部で9つですね。それぞれに細かい施策があります。例えば1つ、一番最初の政治再建のさらに1つ目のポイント、これは都政の見える化、分かる化を掲げています。なんかこれまでも聞いたことのあるフレーズですね。しかしこれまでやってなかったやり方です。一方で皆さんはよく知ってる、そう、多くの方がもう知ってしまった。なぜだか広島県の安芸高田市、詳しい方多いんじゃないですか。でも今までそんなことなかったですよね。お近くの区議会どうなってるか、市議会どうなってるか、都議会どうなってるか、ほとんどの人知らないと思います。例えば今東京都議会議員何人いるか皆さん知らないんじゃないですか。ですよね。そう、意外に見えてても分かってないんですよ。それは伝え方の問題です。興味関心が持てないと人間って理解しようって思えないんです。しかし私はそれを安芸高田市でやってきました。でその過程において安芸高田市の YouTube チャンネル登録者数は自治体として今日本一です。26万人。それを今度は私が東京都知事になれば必ずというか確実に東京都の公式チャンネル、それを日本一にします。それを使って今喋ってもよろしいですか。それを使ってこの都政の見えるか分かるか、これを確実に実現します。今まで皆さんが YouTube で見てた安芸高田市のあのドラマ、それが今度は東京から発信されるんです。安芸高田のチャンネル登録者数26万、人口3万人の町ですよ。それを今度は1400万の町でやっていく。東京都民はもとより全国民が都政に注目してくる。そこからなんです。政治再建で緊張感が生まれますよね。
逆に言うとこれまで緊張感なさすぎです。だって当院の皆さん見てないんです。気にしなかったでしょ。そうやって一つ一つ改めていきます。今のは一つ政治再建の中のワンポイントに過ぎません。この調子で残り8つだとありますが、この調子で話していくと多くの方がずぶ濡れになっていきます。なので絞りますね。経済の力を高めるためにどうするか、成長戦略がいるんです。その要として教育への投資を考えています。教育って聞くと子育て支援を思い浮かべる方多いと思います。家計への支援ですね。これはもちろん大事です。いるんです。でもそれだけじゃ足らないんです。絶対に。なぜならば教育を受け取る側の話ですよね。つまり反対があるんです。与える側、需要サイドと供給サイド、ちょっと難しい言葉を使えばそのように表現できます。この与える側、例えば学校です。このレベルを上げていかないと結局子どもたちはいつまでたっても高い教育が受けられないんです。子育て支援をどれだけ頑張っても子どもたちには向かないんです、その恩恵が。だからです、成長戦略の要として教育への投資、具体的に言えば学校現場、学校環境の改善を急いで取り掛かろうと思います。今目の前を日本の未来が歩いていってくれます。彼らは嫌が多にもこれから大変な時代を生きていきます。人口が減るというのはそれぐらい厳しい事態なんです。かつて経済大国と言われた日本、必然的に経済小国に向かいます。今の子どもたち、そしてこれからの子どもたちはどうしても少数精鋭であることが求められるんです。昔のまんまの教育なんかじゃ到底足りません。最新で最良のもの、それを急いで彼らに届ける体制を整える必要があるんです。もうちょっとだけ言わせてください。安芸高田市でやったことです。すべての小中学校に給食支援員、学校用務員を配置した。これで先生たちの働き方改革が進むようになったんです。やっと。これに安芸高田市で年間2000万かかってます。東京都人口500倍なんで、東京都でやる年間100億いるんです。しかしこの100億急ぐべきだと思います。何か他に我慢するものがあるかもしれません。しかしこれほど優先度の高いものはないはずです。政策の話に最後これだけ言わせてください。ちょっと昔の話です。米百俵の精神って言葉を覚えてらっしゃいますか。10年以上前かな、20年以上前か。2001年、小泉純一郎首相が所信表明で使いました。何かというと、江戸時代の末期、長岡藩、今の新潟県ですね、そこが大変苦しんだと。日々食べるのにも困った。そこに百俵の米が届く、もらえたんです。百俵ってどれぐらいか分かります？一俵ってあの俵1個です。60キロ、100俵はつまり6トンです。米6トンの緊急支援物資が届いた。ね、なんかありそうですよね。お腹空いてるから食べようとしたんです。しかしその時の偉い人が小林虎三郎って言うんですが、いやいや食べるんじゃなくてこれ売ろうと、売ったんです。売ったお金で学校を建てたんです。今みんなで食べてしまうとすぐなくなる。でも学校を食べればこれからそれが何万票にも100万票にもなって帰ってくるんだと。
それが投資なんです。これほど確かな、そして確実な、効率的かつ効果的な投資は他にないはずです。なのでまとめると、石丸伸二が都市になった暁には、成長戦略の要として何が何でも投資を教育に振り向けていきます。ここ高円寺で都民の皆さんに改めてお約束します。どうぞご期待をください。皆さん、新しい時代のリーダーは石丸伸二にお任せください。東京でも必ず実践してまいります。それでは最後のお話をお願いいたします。こんな風に雨が降る中、長い間待ってくださり、そしてその後もお付き合いくださって、もうこの今この瞬間ここに立ち会って皆さん仲間です。今更私が皆さんに何かお願いする、そんな野暮なことは言いません。志を同じくする同志に向けて作戦を伝えます。今回の都知事選、何としても成功させましょう。楽しみきりましょう。そのためには一人でも多くの仲間を増やしていくことが必要です。では作戦です。皆さんのスマホに入っている LINE、 その中のお友達、上から順に手当たり次第石丸伸二の好きな動画を送ってあげてください。全部です、全部。迷う必要はありません。ためらう必要もありません。いいんです、選挙なんだし。何より今日皆さん生の石丸伸二を目撃したんです。今日石丸伸二見たんだけど、こいつだってリンクを送ってあげてください、ね、上の方は家族や近しい友達、いつも連絡を取ってる方、しかしそれでも急に選挙に関係した動画来たらちょっとびっくりするかもしれないですね。でもいいじゃないですか、普段から付き合いがあるんなら、ちょっとぐらいのびっくりはむしろあった方がいいですよ。そしてちょっと下の方に行くと、会社の仲間とかね、普段ちょっと気軽に見えるメッセージを送りにくい人かもしれません。しかしこの際送ってしまいましょう。特に職場の人とか、なかなか普段政治の話しないんじゃないですかね。ともするとなんかそういう政治の話しちゃいけないような雰囲気が日本あると思います、ね、それこそ飲みながら政治の話でちょっとしにくくないですか。なんだっけ、野球と宗教と政治の話は避けろみたいなね、ありますよね。いやいや、今回の選挙ですか、この際全員丸ごと巻き込みましょう。普段そういう話をしないからこそしてみるんです、ね、自分が興味持ってる自分の推しを主張してみる。日本人はどこか遠慮しがちな苦手な部分かもしれません。でも好きっていう気持ちに間違いはないですよ。全部正解のはずです。なのでぜひそのご自身の好きという気持ちを大事にしてください。そして同時に同じように誰かの好きも大事にしてあげましょう。その関係、その上で成り立つコミュニケーション、その中から新たな発見、新たな価値観、これが生まれてくるんです。これからの日本にはそういう新しい動きが必要なはずです。今回の都知事選だからです。日本中が注目してます。全国民が東京都民に期待をしています。日本の政治を変えてくれって、
誰かに期待されるっていうのはワクワクしませんか？ね、実に気持ちがいいことじゃないですか。全国民が期待をしてるんです。しかしその期待に応えられるのは今ここにいる大人の皆さんだけです。子供たちにまだその権利はありません。大人だけの特権です。東京の未来、日本の未来は皆さんにかかっています。皆さん次第なんです。その意味で東京都民、皆さんの責任はかつてないほど重大です。皆さんの力で東京を動かして、そして日本を動かして見せてください。全国の、そして子どもたちの期待に応えるかっこいい大人の姿を見せてあげましょう。皆さんに期待しています。石丸伸二を経済人として初の東京都知事を皆さんの力で誕生させましょう。そして皆さん一緒になって東京を動かしましょう。大人の特権です。さあ、それではこれより石丸伸二、皆様のもとに直接ご挨拶させていただきます。少しのお時間です。少しのお時間ですけれども、どうぞハイタッチお願いいたします。さあ、そして皆さん、お話もありましたように、ラインの上から下まで全員の方に皆さんお送りください。そしてお一人お一人がたくさんの方に石丸伸二のことを広めていただきたいと思います。雨の中、皆様大変お待ちいただきましてありがとうございます。ハイタッチできない方、こちら申し訳ございませんけれども、皆さんの気持ちは伝わっております。本当にたくさんの方お集まりいただいてどうもありがとうございました。ボランティアの方もご協力いただきありがとうございました。石丸伸二、こちらで街頭演説をさせていただきました。どうもありがとうございました。雨の中、本当に長い時間お付き合いくださいましてありがとうございました。皆さんの力でここで日本の行き先をしっかりと定めましょう。ありがとうございました。皆様どうもありがとうございました。ありがとうございます。皆様全員でこの東京都知事、この大イベント、さらにさらに石丸伸二を広げ、そして石丸伸二ナイス投票を行っていきましょう。皆さんに期待しています。本当にありがとうございます。